3号艇の柴田光選手です。優出おめでとうございます。どうもありがとうございます。さあ今こちらのインタビュールームに飛び跳ねてこられましたけれども、今の気持ちが様子に現れていたということでしょうか。浮かれてますしかしエンジン的にはだいぶ苦労されていたと聞きました。ちょっと調整とか方向性がよく分からなかったんでいろいろバタバタしたんですけども、やることはやり尽くしたというふうに聞きました。そうですね、本体的にはなんかまだ新エンジンだしそんな見たところ悪いところはなかったんで、もうプロペラとかセッティングで合わせようと思ってました。まあ、そんな中で準優勝戦をも勝ち抜いたわけですが、今の状態をどういうふうに表現できるでしょうか。そうですね、準優勝戦でプロペラ変えたんですけど、なんか一番乗りやすくて足も一番良かったので、だいぶ方向性が変わったと思います。見通しは明るくなったと。そうですね、はい、一番感じいい状態で臨めると思います。コースを含めてレースのイメージは優勝戦どうですか。まあ、人離れはね、そんなみんな変わらないんで、多分枠なりに落ち着くと思うんですけど、まあ、スタート集中して、いい展開つければ、優勝できる足はあると思うんで、頑張ると思います。そのスタート、準優勝戦は3コースからコンマ11でした。そうですね、もうちょっと早いかなと思って行ったんですけど、まあ、大体感動です。では最後にファンの皆さんに一言お願いします。優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。